まこさんの匂いが所々匂ってきますね。彼女に立って笑うっていうのは匂いを放出することかもしれないなと思います。自己物件住みます芸人松原タニシです。さあ、今回も呪いの人形たちにタニシのネタを見て笑ってもらおうという企画でございます。今回見てくれる人形は彼女加護島子さんです。はい、この人形は鹿児島のお土産物売り場にもう何十年も買い取られずに売れ残っていた人形ですね。これをまあ僕の知り合いの芸人 DNA 池上くんが買いまして、でそのイベントでお客さんにプレゼントしたんですよね、この人形を。そしたらプレゼントされたお客さんから送り返されたと。まず匂いが変だというのと、この人形を見てうちの息子が泣き止まないですということで送り返されたわけなんですけれども、それを僕が預かっているということですね。で、匂いがね、本当に臭いです。臭いというのは、なんて言ったらいいんだろうな、いい風に言うと鉛筆の芯、あとまあ、なんて言ったらいいんだろうな、こういう匂いの人いるよねっていう匂いがしますなんですけど、そんな彼女にですね、今回見てもらうネタはラストミーティングというネタでございまして、これはまさにね、高校球児がね、その最後の大会で負けてしまった後、その試合負けたらもう引退になるので、監督コーチとあと選手たちがこう円陣を組んで、監督がそれぞれの選手にね、3年生によう頑張ったって一人ずつ声をかけていく、そういう感動的なシーンがよく高校野球、高校野球だけじゃなくてもいろんな学校の部活動で引退するときに見られると思うんですけれども、そのラストミーティングになぞらえたネタを見てもらいたいなと思って、この島子さんを選んだんですけども、彼女もねちょっと顔がやっぱ汚れていて、匂いもそうなんですけど、なんか汗と青春にまみれた感じがあるので、そんな彼女にこのラストミーティングのネタを見てもらおうかなと思います。はい、で視聴者の皆さんにはね、あれ島子さんの目が動いたとか、 YouTube 越しに匂いが伝わってきたよとかね、いいか、そちらまで行くかどうか分からないんですけれども、注目して、ネタも見てもらえたらなと思います。それでは見てください、ラストミーティング、どうぞ。ラストミーティング、この音楽だけで泣きそうになります。お前たちは今日まで本当によく頑張ったな。泣くなよ、お前たちよく頑張ったよ、自信持て、ちゃんと胸張って、おい胸張れお前ら、おい今日で我々自分高校らしさ部は引退だ。自分高校らしさ部解散する。おい泣くな、おい翔、お前が一番引っ張ってくれただろ、承認欲求の章。お前はさ、いつも自分が認められないか、どうやったら認められるのか、そればっかり考えてたな。暇さえあればいろんなパターンの140文字を SNS に試してたよな。だけど無理だろ、お前フォロワー100人いないから、ただの数字だ。バズったところでバズったやつの明日は今まで通りの人生なんだよ。ケンジ、お前はショーといつもセットだよな。自己顕示欲のケンジ、お前ダメだぞ、自分のことばっかり考えてな。みんながお前のことを好きなわけじゃないんだよ。お前はお前のこと好きかもしんねえけど、だから一回みんなを自分のこと好きになってもらってから
アピールしろお前は、順番が違うな。でも勉強だこれも。ゆ、優越感のゆ、お前は本当に下しか見なかった。上を一切見なかった。下しか見ない人生。下を見て安心してるお前はいろんなやつから下に見られてるぞ。優越感の優、レッド、劣等感のレッド。お前はひがむのが楽しいんだろお前な。自分なんてって言ってるお前の今が幸せなんでしょお前は。いや、お前すぐ勝てるよ優に。優、うん、むちゃくちゃ下だから、お前ちょっと頑張ったら優に勝てるわ、うん、察し、優しさの察し。お前が唯一この先も役に立つのかもしれねえな。優しさは誰にでもできるからな。無個性、優しさイコール無個性、誰にでもできる。しかしこの先お前はきっと役に立つ。優しくしたら優しくされるからな。優しくしなかったら優しくされないからな。お前はそのままでいろ。誰にでもできる優しさを誰にでも振りまけ。本音ちゃん、マネージャーの本音ちゃん、君はズバ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 物を言っていたな。いろんなやつを傷つけていた、いろんなやつを泣かせていた。君の一言はただ人を傷つけていただけだ。それは本音か、本当に本音か。お前の言葉はただ人を、心をえぐりつけるナイフでしかなくはないか。へこむ誰かを見るのが気持ちいいんだろう。それはお前の本音ではない、快楽だ。花びらの下で石棺、世界観の石棺。お前の世界観はいろんなやつと一緒だからな、うん、独特の雰囲気してる感じがバレてるからな。みんな今日で自分らしさ高校、自分高校らしさ部は引退だけど、これからは空気大学読む学科に行っても頑張れよ。さあどうだったんだよお前。匂いがすごいですね。彼女はもしかしたら感情の表現を匂いで出してるのかもしれないですね。だ、彼女に立って笑うっていうのは匂いを放出することかもしれないなと思いました。めっちゃ高校級時間ありますもん、ね、ヘッドスライディングした後みたいな感じ。さあどうだったんでしょうかね。ただちょっともうネタの内容が何やろうな、嫌なこと言いすぎててもうどんな感情になったらいいか分かんないネタでしたね。どうでしたか島子さん、眠そうやな、疲れてるんかもしれないですね。あの島子さんの顔を見てどこで表情変わったよとか、目が輝いてたよあの瞬間、あの本当匂いがこちらまで来たよっていう方がね、何分何秒に変化があったっていうことをコメント欄に書いてもらえればなと思います。あと全然今まで言い忘れてましたけど、ネタのことも全然書いてくれていいですからね、コメント欄ね、このネタは好きだったとかね、こういうところが私には刺さりましたので全然書いてもらっていいと思いますので、よろしくお願いしますね。でもそうやな、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。いつか彼女の匂いを取る企画もやりたいと思います。お願いします。お疲れさんでした、島子さん。